はい、始まります。よろしくお願いします。お待たせしました。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんばんは。よろしくお願いします。さあ、ユナタレ今シーズン8回目になります。厳密に言うと9回目ぐらいかもしれませんけれども、今日もですね、福島市にある NCV の福島センターからユナタレお送りしていきます。生配信です。NCV と福島ユナイテッド FC がこうタッグを組んでですね、そしてこのスタジオに選手をお招きしていろいろとお話を伺っていくと、ここでまあ、いろんな公約を話していただいて、ホームゲームをさらに楽しんでいただこうという、そういったコーナーです。で、今回はですね、なんと背番号9番武隼人選手、背番号29番の吉永博選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。真っ黒ですね。真っ黒です。ヒサロスか。いやいや、日焼けが、福島暑いんで。なんか武とは街中で昼間なんかおったりするよね。あ、いますね。あれヒサロ帰り。いや、違いますよ。違いますよ。昼飯とか割ってご飯す。あ、そうなんですか、はい、確かに結構合うんですよね。ね、目立つよ、真っ黒だから。かそう。さあ、そして初登場ですね、吉永大志と書いて広瀬さんです。よろしくお願いします。今日は広瀬スペシャルですから、初お披露目ですから。でさっきこの生配信が始まる前に確認したんですが、年齢的には武が一つ上、はい、で広瀬が一つ下、先輩後輩な感じになってます。普段は仲いいんですか、二人は。なあ、はい、仲いいっすね。あ、同じあれなんですね。あ、寮寮なんで、はい、でも別に休みの日一緒に動くっていうことは、まあ、ないですね。ないね。ないですね。まあそういう感じの仲の良さですね。そのレベルじゃない。で、じゃあ武さんいいですか、後輩にちょっとお話をさせていただいて、たくさん聞いてあげてください。武さんのことはまあ大体我々去年から知ってますから、真っ黒で真っ黒のフォワードだっていうことが分かってますけども、吉永博さんは初めてですから紹介していきたいと思いますが、まずは出身地が群馬県なんですね。はい、群馬です。群馬どちらですか。高崎です。あ、高崎、はい、前橋の隣。そうです、ね、新幹線が止まる、はい、そうです。前橋止まらない。そうです。県庁はない。はい、前橋はある、はい、コストコがある。はい、高崎はない。鳥飯めっちゃ知ってますね。だるま。ちょっと繁華街がね、離れてるんですよね、駅からね。歩かなきゃいけない、アーケードまでね。はい、そうですね。で変な呼び込みにね、捕まっちゃうとぼったくられちゃう。気をつけないと。あそこは高崎ですよ。そしてそこからなんと中学からなの、これは JFA アカデミー福島なんです。皆さんなんか知ってた感じですね。知ってたみたい。これ中学から。そうです、中学からです。じゃあ6年間じゃないんだ。3年間ですね。中学時代。そうです、中学時代に、はい、JFA アカデミー福島で、この時に中学は福島県内の中学行ってたの。そうです、はい。どこ行ってたの。広野中学校。あ、広野いたんだ。はい、いました。で、震災があって静岡の方にこう移転して、まあ受け入れてもらって、うん、で、静岡に1年間御殿場でまた近くの中学校に。はいはい、はい、それが藤岡中学っていうところになるんだ。はい、そうです、はい。で、そこからそのままアカデミーは進まずに、やっぱり選手権出たいと。はい、そうですね。前橋育英に行くわけですね。はい、そうです。前橋育英の時はどうだったんですか、選手権では。まあ、選手権、まあ、自分たちの代では、まあ、一応準優勝、はい、あら、準優勝、はい、ありがとうございます。これは高校サッカー的にはかなりのリザルトをお持ちですよ。そうですね。まあ、武さんはその頃はマリノスのユース。そうです。だからテレビで、ああこいつらいいなみたいな。そうですね。ああ正月ぐらい出てんだなみたいな。はい、高校サッカー憧れでしたね。ユースもしっかりやってんのになみたいな、はい、テレビ放送ないなみたいなね。もっとやってほしいなって思いました、ね、もっと実力ある選手いるのにさ、どんなんだみたいな感じで見てたわけだ。はい、でそこから広志は日大に行くわけですね。はい、で、日大でだから同じリーグで戦ってるんですよね。やってます。はい、やってます。
だから数回ですけど何度か。そうですね、2回か。2回ですね。あ、知ってた。タケは知ってた。いや、知らなかったです。あ、知らなかった。はい。ヒロシは知ってました。あ、知ってた、はい、どんな印象ですか。いや、もう要注意人物でしたね。はい。それ性格的に。いや、それは性格じゃない。性格じゃないですか。あの演じのあいつ気をつけろよ。あいつはみたいな。じゃあ実際に対峙したこともあるの、ピッチで。そうですね、点取られましたもんね。あ、じゃあ本当嫌なやつじゃん。はい、本当嫌なやつって。その当時からしたら、まあ、敵チームの、しかもストライカーなわけでしょ。あ、そのイメージだったんだ。じゃあ福島に来るときに武がいるっていうのは知ってた。はい、知ってました。はい、練習何度か来てたってこと。練習には、はい、2回参加させてもらって。へー。でもその前から知ってましたね。自分が4年生のときに一個上の先輩なんで、うん、行ってるっていうのは。はい、どうしたの、声小さくなってどうしたの。すいません。先輩の前だから。はい、そんなことないでしょ。そんなことないでしょ。でもどうですか、久しぶりに福島帰ってきてっていうのは。何チームかこうあったんじゃないの。いや、ないです。ないです。うちのスカウトが前吉永さんと声掛けしたようですね。はい、ありがたいことに。はい、で練習に参加して、はい、あで1月ぐらいから来てますけど、まあ5ヶ月福島で過ごしてみてどうですか。そうですね、これ毎回みんなに聞くんだよ ね。 そうですね。やっぱね、4ヶ月ぐらいが。まあでも、まあ中学の時もいたんで、うん、まあ、慣れるのは早かったですね。お、はい、で基本的に一番仲いいのはタケじゃないっていうことは分かってるんだけど。誰とオフとか。ほら、タケさんはさ、一人が好きだから。確かにそうですね。人この方はさ、ちょっとね、そうっすね、いろんなちょっと読めない動きをするじゃない。どれとかと。やっぱ高校も一緒だった。あの、うん、同じタイミングで入った真子、川西真子と育英時代一緒にやってたんで、うん、高校一緒だったね、チームが。同い年しかも。そうです、はい。あ、そうなの。あ、みんな知ってんですね、その辺は。なるほど。いや、とんでもないですよ。高校の時同じやつといるんだ。いつも一緒にいますよ。もう練習来る時も帰る時も。そう、ご飯もお風呂も全部一緒に。全部一緒です。なんて呼んでんの。普通にマコって呼んでます。ちゃんはないの。いや、ないです、それはないです。キヨシちゃんとかない。いや、それはないです、ないです。大丈夫。大丈夫、そこは大丈夫。より前に進んだ感じとか。いや、それはないです、大丈夫。しっかり言ってくんないんですけど、うん、ちょっとこう他の選手ではできてんじゃねえかっていう。あ、2人ね。ちょっとあの2人ね。はい。あー、その可能性はちょっと怪しいよね。怪しいですね。あー、そうっすか。でもあれ何試合目だって、ヒロシはね、あの試合にほら出れたじゃない、5月天皇杯。天皇杯からね、はい、あ、思い出しちゃったけど。でも思い出しちゃった。どうすか、試合に出れるようになったけど、なんか まだなんかちょっと、はい、ぐずついてないですか、ちょっと。はい、そうですね、はい、ぐずついて。それに関しては安心してください、タケさんもそうですから。それに関したら、そうですね、それに関してはタケさんもそうですから。太るところ、あれ行きそうで行けてないみたいな。そうなんですよね。どうしました、それは。ちょっと足踏み中止。足踏み中止。どうしました。伸び悩んでます。伸び悩んでます。これはあの竹から見て広瀬はどんな選手ですか。いや、やっぱりこうセンスあるなっていうか。いやいやいや、なんかこうやっぱり自分はどっちかというとガチャガチャ系なプレイヤーじゃないですか。まっすぐだよね。はい、まっすぐだよ。そこをなんかこう相手をこういなすようなプレーだったりだとか、あとはあ、そう来るかっていうようなプレーしたりだとかあるんですけど、ちょっとやっぱここがここがちょっと声小さいしね。ここがちょっと、はい、ちょっとね。でも意外とこう見てるとひょうひょうとしてる感じするんだけど、そんな気にしたりするわけ。めっちゃ気にしますね。あら、めちゃめちゃ気にしますね。前回の石堂さんの時もそうだったんだな。石堂さんも気にしいだったんだけど。あ、そうなの、引きずっちゃうの。そうです。なんか引きずってるつもりないんですけど、うん、なんか引きずってますね、やっぱり。気づいたらちょっとあの振り返って試合とか見るわけ、自分で。はい、はい、見ますね、一応。はい、でいいとこより悪いとこを探しちゃうの。いや、それは
違いますね、いいところしか見てないです。あ、いや、それはいいと思うよ。悪いところね、そんなね、悪いところは他の人がいろいろ突っ込んでくれるだろうから。そうですね、自分はいいところでさ。あ、ちなみに武さんは、はい、あのどういうふうに振り返るんですか、自分のプレーは。あ、全部見ますよ、普通に。こういいところも悪いところも、やっぱ悪いところの方が多いんで。まあなんかね、自分で見ちゃうとね。そうですね、自分を褒められる人ってすごいよね。はい、でもいいとこがあるとやっぱそればっか見てこう一人で笑ってたりするやっぱしちゃいますよね。いいシュート打ったらみたいな。ちょっと武さんはどうなんですか、今シーズン。今シーズンですか、ちょっとあれですね、怪我は大丈夫ですか。怪我は大丈夫です。怪我は大丈夫怪我は大丈夫なんですけど、ちょっとなかなか枠にボールが飛んでいかないんですよね。それはね、それは武さんの問題というか、まあ福島の問題というかね。いや、自分の問題ですね。これだってもうそろそろ暑くなってきますから。そうですね。で、後半になってくるわけでしょ、リーグ戦も。はい、はい、そろそろあの量産というか。そうですね、スタートの準備はできてますね。準備はできてるけど、あとこう、はい、笛鳴らしてくれるだけなんですけど。最近はそしてあれじゃない、タケはあの途中出場が多くなってるじゃない、はい、そうすると先発から途中出場ってなかなかこうね、またこうなんだろう、チームの空気を変えなきゃいけないし、はい、そういうのはどういうふうに意識して入ってるの。どういうふうに意識して、まあでもこう、まあ、いろんな状況ありますけど、うん、まあ、とりあえずこう勢いづけるというか、そう、はい、俺がっていう感じで、うん、もうとにかくこう考えることなく前に前にって感じですね。で最後ちょっとシュートだ。そうで、ちょっと前に前に行きすぎてこう上行っちゃったりとか横行っちゃったり。でもいいイメージは持ってるんですよ。あ、そうなんですよね、頭の中ではもうスーパーなイメージ持ってるんですけど、うん、体がちょっとね、体がちょっと、いや、まあこれから、これからね、はい、まあ、後半戦に向けていきましょうよ。広志はあと何がこうちょっと足りないんですか、スタメンに。だってもう樋口さんが降りてきちゃったんだから。そうですね、樋口さん、そうですね、樋口さんもうちょっと前だった人がちょっとなんかライバルになっちゃって大変です。意外と監督からの評価も高いっていう。これはライバル増えましたよ、また。どうします。いや、もうやるしかないですよね、本当に。やるしかないです。声小さくないですか。はい、ちなみにだから高校同級生だったマーコは、そうですね、まあね、今定着しつつあるよね。しかも結構いいプレーで後ろをしっかりこうね、バタつかせず、そういう見ててどうなの。いや、まあでも悔しいのもありますけど、でもまあやっぱ嬉しいというか、まあ仲間なんで。ちょっと気持ち悪いですね。ちょっと何しちゃってるんで、最終的には全然。ああ、私の彼が、いや、相手が良ければいいっていう。そうね、ね、愛があるでしょ、これね。そこ愛があるわ。いやー、広志、ちょっとね、日曜日、あと、金、土、まあ、3日後ですか。はい。ちょっと頑張ってくださいよ。頑張ります。はい。スタメンで。はい。ね、あの、タクトさんをなぎ倒し、ちょっとね、スタメンに入るぐらいの。はい。あとは、タケさんもそうですよ。はい。イスマイラさんは。そうですね。大きい2人を。そう。ね、小牟田さんも2ゴールでしたっけ、この間。そうですね、ありましたからね、はい、小牟田さんそれでこう行くのかなと思うと、またちょっとね。みんな、まあそれはチーム全体のことだから、ね、はい、まあ、何とも言えないと思いますけど、やっぱ切磋琢磨して一つのチームに、はい、だってホームでラインダンスしてませんからね。そうですね、なかなかできてちょっとね、してないですからね。やっぱりこれはあのサポーターさんと一緒に、はい、せっかく JA 全農さんがマンオブザマッチでお肉用意していただいても、そのお肉も流れてますから、はい、あの次にまたその肉が来るのかなと思うとまた違いますからね。それは予算をせっかく取ってたのに全部取っていきましょうよ、はい、ホームゲームね、よろしくお願いします。ちなみにこうプロフィールを見ていきますと、
竹さんからいきますかね。竹さん、去年と違うところとかあるんですかね。ありますかね。サッカー選手じゃなかったらっていう質問、去年なかったかもしれない。実家の仕事、実家何やってんの、多分実家は竹工業、いや、竹牛乳店という自営業をやっていまして。そうなの、はい、これ、神奈川で。神奈川です。はい。じゃあその地域の方々に牛乳配達も今までしてるの、はい、森永さん の, あの牛乳を配らせていただいてます。なるほどね、はい、それ専用のなんかポストっていう感じを置かせてもらってそうですね、配達したりいろいろ。これはじゃあ怪我しちゃダメだよ、選手時代。そうですね。やっぱり何代目になるわけ、竹は。3代目とかね。3代目が率先してこう牛乳運んでいかないと。大変だ、これは大変だよ。大変っす。これ配達でこれヤクルトとまた違うんだから。そうですね、ヤクルト配達のヤクルト成分が違うらしいから牛乳は成分変えちゃ大変なことになっちゃうからね。でもまあ小学校の時とかずっとやってたんで、親と。あ、なるほど、はい、おー、行ってこいって言われて。それがなんかこうフォワードな感じなのね。そうですね、アングリーさを。そうですね。そして牛乳飲んで体もでかくなって、はい、坂とかもあるんで、坂登って牛乳置いて下ってとか。あ、なるほどね。トレーニングにもなってたんで。足腰鍛えてたんだね。足腰牛乳できてたんです。すごい、そういうのあったんだな。喉が開いたら牛乳飲んで。それ未だに牛乳は？牛乳は飲んでます。あ、好きなんだやっぱ。好きっすね。へー。でもお父さんと妹は牛乳飲めないっす。そういうのもやめてとか言わないでにして。お父さんはちょっと死活問題になっちゃうから。ちょっとお母さんと俺だけしか飲めなくて。お父さんも飲む努力はしてるんだよね、毎回ね。努力はしてるんですけど、うん、飲めないんですよ。いろいろあるね、いろいろある。お腹痛くなっちゃう。体質ね、はい、体質あるからね。なるほど。ちなみに広新ちゃんはなんか家業やってたりするの？はい、あれやってるの何系ですか？動物系ですね。動物系？医者です、医者です。あ、獣医ってこと？そうです。あ、そうなんだ。じゃあでも獣医の免許はなんと。いやいや、取れるわけないじゃないですか。取れないですよ。日大獣医学部ではない。ないです、ね、何学部ですか？経済です。あ、経済ね、はい、なかなか潰しの効かないというか、みんなが行く工学部。その流れなんですね。じゃあなかなか家業を継ぐっていうことはもう無理ですね。ねえ、はい、うん、それか受付とかそういうことでしょ。そうですね、ね、お手伝いの方になっちゃうよね、まあ、はい、う、はい、あ、サッカー選手じゃなかったらバスケットボール選手になりたかった。はい、バスケも好きだった。いや、まあなんか動画とかで見てたりするんですけど、うん、かっこいいっすね。かっこいいっす。な、何見てんの？いや、動画でゴールシーンみたいなダンクシュートしてるところとかたまに見て、めっちゃかっこいいなって思いながら、はい、気持ちいいしね。はい、そうっす。1回に2点入るしね。そうっす。はあ、そうなんすか。じゃあ今でも？いや、でもあんまやらないっすけどね。やらないっすけど、なんか見てる分にはかっこいいなと思って見てます、いつも。へえ、あ、そう。旅行で行きたい国は、タケさんがトルコに行きたい。はい。なんか、なんですか、やっぱりこう、歴史のある。いや、なんか、そのプロフィールに書いてくださいって言った時期が、時期にたまたまそのトルクの、トルコのこう写真とか、こう綺麗な風景とか見てて、うん、あ、いいな、行きたいなって思って、トルコって書かせていただきました。まあ、旅行が好きなんで、基本的に。去年のオフとかどっか行ったの？去年のオフとかも行きました、はい。どこに行ったの？去年は宮古島とか、はい、あ、行きました。宮古島もいいんだってね。はい、いいっすね。全然でも海外ではなかったんだね。あ、その時はちょうどちょっと行けなくて。おー、はい、宮古島もいいっていうね。いいっすね。いいね。その一方、吉永さんはフランスが行きたい。いや、なんかかっこいいじゃないですか、なんかフランス。なんとなくな、はい、なんとなく。それはわかる、はい、かそれはわかる。なんとなくかっこいいんだよね、フランスって、はい、なんかかっこいいんで、行ってみたいなと思って。あ、まだ行ってない。行ったことないですね。あ、そうなんだ、なんかかっこいいよね、フランスってね。はい、かっこいいっす。あ、そういうことね。かっこつけなんですよね、だからこう、あ、そう、バスケットボール選手とかフランスとか。あ、確かにね。
かっこつけなんですか。でもね、ストレス解消法で音楽を聴くっていうこうなってるけど、音楽は何聴いてるの。いや、もういろいろっすね、ジャンルはもういろいろ。いや、例えばこうさ、なんすかね、いやでもエグザイルとか聴きますね。なるほどね。あ、ひょっとしたらかっこつけなのかもしれないね。それはありますかね。音楽が好きすぎて、寮とかで、いやもうマジ歌ってて、て大声で歌ってて。え、何歌うの。いや、その時はあのモンゴル800の小さな声の歌だった。あ、バンド系も行くんだ。で、それがなんか聞こえてくるわけ。その時自分はいなかったんですけど、たまたまこう田村選手も家近くに住んでて、でその自分たちの寮の前を通るんですけど、なんか歌声聞こえんなと思って、こうやってなんか聞いてたら、ヒロシがあの大きい声で歌ってたっていうのを聞いて。そんな大きい声で。いや、誰もいないじゃないですか、風呂の中は。まあ風呂はいない、しかも響くしね。そうそうそう、気持ちよく歌ってたら聞かれてたっていう恥ずかしい。わーあれって恥ずかしい。ちょっとそれから気にするようになった。あの、それから歌ってないですね。じゃあ遠慮しちゃってんですよね。恥ずかしい、言われてから。それからはもう気をつけて、はい、ちょっと迷惑になっちゃうね。いやでも迷惑じゃなかった。迷惑じゃなかったっす。もうここでもね、話せたしね。最近、ね、最近聞こえないからちょっと聞いてんすけど、おなかなか聞こえないですよね。じゃああれだね、今度まあゴールを決めた時とかのパフォーマンスとか。そうですね、まあ、あとはシーズン終了後のファン感でぜひマイク渡していただければ。そうだね、はい、あ、なるほど、ちょっといいこと聞きましたね。やばいな、それやばいですね。ちょっとね、聞かれちゃったんだね。じゃあその辺はマコに慰めてもらって、マコが優しくしてくれるんじゃないかなと思いますが、じゃあそろそろですね、今週末ですね、6月30日日曜日、この日から桃湯に起きる。桃湯に来たことないでしょ。はい、ないです。もう竹さんなんか去年バッチリ決まってたよ。そうですか。決まってた。一番着こなしてた。マジですか。桃湯によ、はい、でこの日はまたいろいろあるということなので、福島ユナイテッド FC の営業のキム・コンチョンさんに登場していただきたいと思います。じゃあキムさん、よろしくお願いします。どこ座りますか。もうここ空いてますから、じゃあ椅子持ってきて、ここ間に入りましょうよ。これあんまり接点ないでしょ。あんまないっす、2人、はい、だってヒロシなんか話したことないでしょ。ないないでしょ。さっき上で話したぐらいです。あ、ね、どんな人か分かんないでしょ、はい、ただめちゃくちゃいい人、あんまり近寄んない方がいいなっていうのは分かる。ただ単にいい人、いや近寄んない方がいいなっていうのは分かってるでしょ。危ないなっていうのは、あまり深入りしすぎちゃダメだなっていうのは分かってる。こんな気さくなお兄さん。さあ、じゃあ行きましょう。もう流すな。おじさん行きましょう。おじさん行きましょう、じゃあ。はい、6月30日はキリン絆プロジェクト福島プライドスペシャルマッチです。はい、はい、何があるんですか。対戦する相手はセレッソ大阪アンダー23です。結構セレッソの調子いいの。調子いいですね、アンダー23チームが、ね、結構一番いい感じだよ ね、 そうですね。前清武が出てました。清武じゃない、柿谷が出てましたね。え、柿谷出てたの。ダメだろ、それダメだよ。びっくりして。 J1 なかった時にだってさ、うちも田中アトムとか来てたよね、去年ね。来てました。ダメだって、ああいうのは。育成としてはダメだろって。育成としてやってもらわないと。やっぱそう考えるとガンバは U23 でね、メシノとかさ、あ、そうす、中村とかさ、はい、今しっかりこう上で活躍してるじゃない、うん、昔堂安君も出てましたけど、ね、出てたね。井出口とか、まあ、井出口の時はあれか J リーグの、そうです、ね、混合のチームの時。いや、そうしようよ、柿谷はダメだって言ってダメ。いや、まああれじゃないですか、こう調整みたいな感じで、まあ、柿谷を攻めてこう出るんだったらもう出ますよと1週間ぐらい前に告知みたいな。 それはありかもね。そう、うちのこう集客のことを含め、そうそう、まあね、それは確かに行きますよって言ってさ、そういうことやってもらいたいけど、一体どんな選手が来るのか、はい、ね、分かりませんけれども。さあ、うちはどんなイベントがあるんですか。あ、この日からキックオフが
3時からになりますね。はい、午後3時から15時、はい、正確には3分になります。はい、はい、さあ何がありますか。場外ブースオープンの時間もそれに伴って遅くなりまして12時半からオープンです。はい、で開門が13時、はい、はい、13時半から場外イベントブースペースでライブがあります。はい、石橋幸子さん、はい、富宮市出身の、はい、福島市出身の菅野めぐみさん、すげえなんですけど、ね、あ、すいません。めっちゃ今俺結構ご飯とか食べに行ってんのよ。はい、カットできる？いや、できません。カットできんかできません。菅野さんです、ね。なんで俺今菅野って言ってたの？大丈夫です。で、まあまあ、間違いやすい。ちょっと後で LINE でちょっと謝ってきますわ。はい、間違いやすいです。こういうところね。うん。これね。こういうところ。しょうがない、しょうがない。菅野さんね。関わるの気持ちの問題ですか？いや、そうなんですよね。名前ってただ表してるだけですから、ね、やっぱ気持ちが大事。気持ちが大事。気持ちが大事ですからやっぱ。俺はだから広瀬最初会った時に大志って呼んだの。今だに言ってる。ごめん、あの言語作ったの俺だから。しっかり大志って書いてある。そうそうそう。いや、申し訳ないけどね。さあ、そして他には。大体大志じゃない。いや、もう続き行きましょう。行きましょう。広瀬って珍しくない、あれで。珍しいです、ね。大志って読まない。でも広瀬ですから。まあね。はい、すまんな。はい。さあ、はい、はい、でよさこいが来る。そうです、14時半からピッチ前でよさこい演舞があります。はい、よさこい県北支部の皆さん来てくれます。はい、でいいんですか、あれ言わなくていいんですか。何 LTO の表彰式。あ、 LTO 表彰式あります。ゴミ拾いマスターの皆さん、ぜひ11回以上の方は、ですね、もう言っちゃうとですね、今年はあのトングじゃないですか、プレゼント全然うわーみたいなないっすね。そうなのみたいな、ね、トングじゃないから今年はね。トングじゃないよ。そうなんやみたいな。夏休みも使えるよ、プールでも使えるかもしれない、そういうそういうものです。プールでも使える、プールでも使える。浮き輪、浮き輪じゃないよ、ゴミと関係ないじゃん。じゃあ何、ゴミと関係ある。いや、プールでも使える、プールでも使える、プールでも使える、で、ゴミ、ゴミ。いや、あんまりちょっとネタバラシになっちゃうから。だからもういろいろほら荷物入れてくでしょ、プールの時は。ああ。え、そういうやつですよ。あの透明なやつや。言うなもん。でも答えになっちゃうわそれは。透明なやつや。答えになっちゃう。喜んでいただけるんじゃないかなと思いますよ。ちょっと大きいかな。ね。まずママに貸して。ボロボロになった時に来るかな。ね。さあ、進めましょう。LTO の表彰式は子供が困っとるやないか。1時50分からです。はい、はい、で、ハーフタイムにも、あ、ハーフタイムじゃないですね、試合前にも菅野めぐみさんのライブをピッチ前でやります。はい、ライブやりますね。なんで笑ってんの。いや、なんで笑ってんの。大丈夫です、いや、しっかりできたなと。はい、しっかり。めちゃめちゃ上から来た。いや、いいんですよ、だってあなたほら、琉球でしょ、先輩後輩はA チームの人が先輩です。年齢関係ないですもんね。今 A チームですから、ね。A チームだよ。先輩です。いや、でも OB の方が偉いから。あ、なるほど。そっか、めんどくさいな。いや、この人めんどくさい。この人めんどくさい。さあ、そしてハーフタイムに。ハーフタイムに石橋幸子さんのミニライブがあります。はい、ただですね、今予報だと雨なんですよ。だから、場外のイベントスペースに関してはコンコースも可能性としてあるんじゃないかなと思います。はい、雨ギターとか濡れちゃうし、本人がね濡れちゃうんで、うちご存知テントがないんでやってるんですよ、そういうことを試合前に。でハーフタイムなんですが、これがちょっとね雨具合です。あと本人とも話していこうかなと思うんですけど、聞きたいですね。ねえ、聞きたいですよね。だから煽りとかと一緒にこうねコラボできたら一番面白いのかもしれないですけどね。ちょっと雨で、中が変わるかもしれない。よさこいだったら旗大変でしょ、雨降ってたら降れないもんね。それは多分鍛えてるから大丈夫なんです。大丈夫ですかね。ちょっと天候によって変わる可能性がありますのでご了承ください。はい、さあ、そして新商品ですか。新商品ですね。はい、行きましょう。はい、はい、はい、じゃあ、はい、はい、これはね、もう僕は予約しました。筋肉マンのコラボの、はい、なんていうんですかこれ、リボンマグネットと、リボンマグネットとクリップマグネット、クリップマグネットです。はい、数量限定、数量限定です。100個、
100個ずつです、はい、これでも結構やっぱレアですよ。これ素晴らしいですよ。これでも J リーグ全体がコラボしてるんですよ、はい、なんで今後多分筋肉マンさんと筋肉マンさんコラボすることはなかなか難しいんで。筋肉マンとか見てた？いやこれ俺も見た時に筋肉マン2世か。君たちは2世ってなんですか？ケビンマスクか、お前ら全然わかんない。ロビンマスクだから、ロビンマスクの息子ケビンマスクだから絶対俺らの世代じゃわかんないですか。これはね、ぜひね、あの大井、皆さんご存知の大井争奪戦の時に鶴ヶ城で試合したでしょ。ちょっとそれ長くなります。長くなります、もちろんもちろん長くなりますよ。筋肉マンの話ですから、それならば、まあもちろん筋肉すぐるとミート君でもよかったんですけど、やっぱりね、フェニックスとかコラボしてほしかったな。ちょっと周り見たほうがいいね。周り見たほうがいい。子供の顔で、子供のみんなケビンマスクだからね。おじさんはね、ロビンマスクだから。子供ってあんな怖い顔する。怖い顔するね。いやでもこれぜひ、これはいいですね、はい、素敵。いくらだと、これですか、チームマーガレット、いくらだと思いますか、ひろしくん。800円。ちょっと、ね、世の中舐めてますよ、ね、まだ世の中舐めてます。そうなの、800円だったらね、君の給料安いままだぞ。経済回んないぞ、経済学部でしょ、君は、はい、800円だったらじゃあどうやって発注してデザイン費で、そうですね、でしょ、いくら売らなきゃ、考えてくださいよ。3000円で。3000円ぐらいでしょ、やっぱり。いくらですか？1940円。安い、安い、安いですね。お安いですよ、ね、ぜひ、はい、はい、だいたいそれぐらいでしょ、これはね。さあ、そしてこれは何ですか？クリップ、クリップマグネット。クリップいくらだと思いますか？2000円です、これは。2000円。そりゃ経済回る。いくらですか？540円。うお、安い。何やこの茶番は。540円です。はい、でもやっぱ2000円とか切れ540円で、よう安く感じますね。安く感じるね。もうやっぱり経済が出たみたいなね。はい、ぜひ買いに行ってください。さあ、そしてなんか銀紙に包まれた、これは何ですか？そうです、もうご存知の。開けてみてください。これ初でしょ、初。ずんずん、もう何度か開けてるみたいなんで、じゃちょっと開けてみ。誰が、ずんずん、いいですか、出るか。ずん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 。あ、誰、お母さん、こういう、いいですね。そのなんかやっぱこういうの開けるときってワクワクする、ね、選手ね。お、虎田博士は誰。タクトが、タクト、お、タクトはまさか自分のか、自分の、え、自分のじゃない、誰。サンナちゃんの、きつい、きつい。あのさ、なんで2人の持ってこないの、これ。さ、ね、でこれにサインを書いてもらえるってことですか。そうですね。これあのサンプルでいろんなとこ使うんで、あの綺麗に中に入れといてください。またこれいくらですか、これは。こちらが広瀬さん、いくらだと思いますか、これ。もちろん全選手のあるでしょ。そうです、松田さんのもあったもんね。コンプリートしてください。はい、いくらですか。これ1500円。え、いくらでしょ。めちゃくちゃ金持ちなんだ。金銭感覚が多分10位家が医者なんだよと。そうなんですよ、ね、500円になります。500円ですか。ということは540円、税込みで500円。500円ですか。はい、ワンコインで。安いですね、はい、ただこれ何が出てくるか分かんないっていう、いや、分かんないって、ちょっとあの意地悪戦法でしょ。いや、これはドキドキするっていうのが、ドキドキ戦法、それがプライスレスです。なるほどね。もうドキドキがプライスレスということでね。じゃあ、あのみんな同じ枚数でしょ。そうです、作ってんの。もちろん。ということは今回は外れないんで。いやいや、外れなんかない。LTO LTO もあれは外れです。あの光ってるやつですか。一番高いから、かかってんの。あれ一番高い。いや、コンプリートした方にはいいことがあるかもっていう。だからこれにぜひあのサイン書いて。でもこれだけでもなんかいいじゃん、うん、なんかね、なんかちょっと攻略法みたいなのないですかね。ここのカルタとかできそうじゃん。パン、あ、意外と柔らかい。柔らかいから、柔らかいから。あ、もうそれ買い取りっすね。いや、曲がったもん。これ大丈夫です、あのあれです、ユージのお母さんに売っておきます。800円。いや、300円儲けてるやん。多分買ってくれると思います、ユージのお母さん。こうやって仲介して上乗せするのが経済だもん。でも決まってますからね。そうね、若さん持ってて。そうね、そう、分かってるんでね。絶対買うでしょ、絶対お母さん。絶対多分あの近所に配ると思いますから。業者さんみたいになってるやん。そしてそれ以外には
はい、デブリガユニフォームが、はい、発売になります。そうですね、サイズが120、140、SML、OXO、XO2 っていうのかな、ダブル、トリプル、3L ってこと、 3L ってことでしょ、 XO LL、3L、4L ってことだ、 4L ですね、 4L がある、すごい、そんな体大きい人いたっけ、深山そうだね、あいつだな、あいつに着させよう。8640円です、はい、販売します、はい、これ全部入るんですか、番号圧着はプラス1350円、あ、番号圧着もできるんだ、はい、なるほど、はい、で桃ユニがお披露目なんだけど、桃ユニの販売は特にないんだね、はい、ありません、ああ今回はありません、今回は注文はこれから多分受け付けるんじゃないの、この間にホームページの更新されてるかもしれないですけど、はい、そこは随時発表はしていくんで、いや出てんじゃないの、出てますか、そこですね、この辺りですね、いや下ですね、はい、はい、これですか、はい、はい、押しますよ、はい、いや多分まだですね、まだ出てないですね、はい、よかった、これ確認してくればよかったんだよね、この無駄な時間がなかったんで。どうなの、選手としたらさ、例えばさ、もうタケってもうユニフォーム着てくれてたらさ、分かるもんなの、サポーターさん。いや、前向きに応援してるんで分かんないですけど、さすがに、さすがに。まあ、後ろ向いて応援してる、そう、後ろ向いてこうやって応援してくれれば、あーって分かりますけど、さすがにみんなこうやってやってるんで、分かんないですけど。今年前にない、ないんだよ。あ、そっかそっか。やっぱそういった意味でも前に、まあそうっすね、会ってもらった方がいいね。あ、そうよ。なんか笑ってんすけど、いや、だから近寄っちゃダメだなっていう感じですから、ね、何小学校の頃とかさ、怒られそうなのなんかついつい笑っちゃう人とかいるじゃん、その見た今の横目、こんな感じです、あ、大切なこと忘れてました、大切、お酒もらえんじゃん、そうです、キリンビール株式会社福島支社様より一番搾りと氷結の桃の2缶セット、はい、ただお子様はですね、20歳以下の方はもらえません、あ、ただお父さんお母さんをその場に連れてきてもらえると、なるほど、大丈夫です、大人の方対象ということです、はい、あとあれなんですよ、何ですか、売り子さんも出ます、お、ビールの、お、よく野球場などにいる、はい、 はい、はい、なんかあれだよね、こっからほらアナウンサーになったりタレントさんになったりっていう、そうですそうですそうです、あの小野乃々佳ちゃん、小野乃々佳ちゃん好きです、僕も好きです、好き、誰好き、誰好きの、ヒロシって、そういうの聞きます、マコ以外、なんでマコ決まりみたいな、マコ以外だった、誰好き、2番目、芸能人で言うと誰が好き、芸能人で言うと自分は戸田恵梨香さんが好きですね、あ、はい、なるほどね、分からなくない、ありがとうございます、タケは、自分は石原さとみさんですかね、あ、なるほどね、そういう年上でありでもやっぱりこう超絶美人が好きなんだね、そうですね、あ、まあ、王道ですけどね、なるほどね、誰ですか、マック決まりみたいな、いや、いっぱいすぎてね、誰ですか、でもそんな中から誰ですか、アラさん、ダメだ、ジャンスタッフで言いましてね、アラさん、ダメでしょ、同い年のお母さんなんですけど、あ、なるほど、年上好きだから、あ、そうですね、あ、なるほど、年上で結構年上いけるんだね、社内恋愛になっちゃいますから、それはダメです、いや違う、結婚してらっしゃるんで、アラさんも、いや、だからそうですよ、だから、はい、もうとんでもないことになっちゃいますから、アラさんでこう不倫でじゃない、もう最悪や、やめなさい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 、ちなみに誰が芸能人ですか、はい、誰だろうな、芸能人誰だろうな、ほんとね、でもね、おのかは、いや、ほんとですか、うん、最近ね、よく現場でさとみきちゃんに会うようになって、さとみきちゃん、この間グラビア出したでしょ、そう、それ見たらもうこんぐらいの距離で見てたし、ぐーっと近寄って、ぐーっと近寄って、そう、やっぱり J リーグのマネージャーとしてね、ずっと頑張ってもらいたいなと思いました、うん、はい、でも僕知り合いでやっぱ本田翼さんとかね、あ、すごい綺麗だって、最近ドラマ見てました、全然見た、見てないんだ、
って。ちょっとさ、ただ単に男4人で飲んでるみたいな話になっちゃうからやめましょう。何の話？あ、だから売り子さんがいらっしゃるということですね。いらっしゃいますんで、はい。スタジオもにいるってこと？そうです。お、そうなんだ。スタンドで。じゃあ千円札こういう風に縦に折って耳にこうかけて読まなきゃいけない。そうです。で、あの人はこう、ここですね。ここですね。で、千円札いっぱいこう折って入れなきゃいけない。お父さんはもうなんか鼻の下を伸ばしてビールをお願いする。あれどんなシステムか分かりませんけどね、バイト代プラスその出来高っていうのがあるから、ありますね。いっぱい買ってあげてください。ね、お気に入りの方。サーバー書店ですか。なるほど。そうそう。たださ、雨だかもしれない。雨入りなんで、そうだね、雨だからこそ頑張るその子を応援してっていうことですね。なるほど。あと福島薬剤師会、あれどうなんですか、やられた方いらっしゃいますか。やられたって、いやいや、そのなんか血を、ね、そっちのね、簡単に血を抜くんですよね。やられてないですか。いやちょっとやってみたいんだよね。血抜く、悪いところばっかです。軽くなんか本当にちょっと血を抜いて、それであのプツってなるやつ、そうそうそう、そんな痛くないやつ、あれやれるみたい、やってみたい、やってみたい。なんかすっごい悪いと思ってそうですね。いやそんなんでないと思う、超健康でしょ。ということでそれぐらいですか。そうですね、それぐらいですかね。はい、はい、じゃあこのまま引き続きちょっとあのツイッターの方質問が来てたらですね。特に何質問、写真、おすごい、早速上げてくる、その上上上、やっぱ男前やな、ヒロシは。まあでも、マコと付き合ってるから、ここはね、なんかあったらね。あ、来てますね。ですね、はやてくん。はい。最近よくベンチですけど、頑張ってください。ユナイテッドでは、これ。ね、これ質問なんですか。これちゃうやん。ユナイテッドでは誰よりもはやてくんが好きです。これからも頑張ってください。ありがとうございます。ちょっと悪いっすよね。性格悪いよ。悪くないって本当に言ってんだよ。だいぶ性格悪い。だって多分全部読んでからこれチョイスしたもん。いや違う違う。最近ベンチなんですか。最近ベンチっすね。よくないっすよ。あれベンチ硬いからしかも。こうしたの。いやでも、いや違う、マットをいただいてるから。マットをいただいたんすよ。あ、じゃあ優しいんだ。優しいっす。お尻に。お尻に優しい。お尻に優しいっす。やっぱあれあるとないと全然違う。全然違います。あ、あると思い。あ、そっか。あの座り心地が良くて。ずっと座ってんなっつうのだから。ベンチでいいかなみたいな。そんなことありません。頑張ってもらいましょう。さあ、そして7月14日は年に一度の会津開催ですが、会津観光に行ったことありますか。また会津にもたくさんのサポーターがいますので、会津開催の意気込みをぜひお願いします。あ、これお部屋敷とか行きましたよ。いや、あなたにじゃないと思います。会津はもうでもね、まあ去年行ったぐらいですね。行ってるよね。はい。広瀬会津はないです。え、行ったことない、一回もないないのです。ないよ。あれ練習も会津は行かないんだっけ。うん、会津は行かないですね。練習も行かないですね。じゃあ観光とか行ったことないの。観光もないっすか、ね、観光一回行った方がいいよ。鶴ヶ城はとりあえず行っといた方がいいんじゃない。でも俺はね、あの鶴ヶ城は、ね、もうちょっと汚したいわ。いや綺麗になっちゃったんだよね。赤瓦にして新しくなったんですか。っていうのは、まあ、もちろんあの当時どうだったんだろうな。その思いこうあるじゃない。まあ、ガモー家の頃はどうだったのか。観客席を見てみる。いやね、ガモーかアシナでこうちょっとね、松平家もこう入った時にあの後ろってどうなったんだろうな。ほとんどの人もう携帯いじっちゃってると思う。話してる最中。そうですか。いや言ってくださいよ。ちょっとなんか歴史勉強していった方がいいね。楽しいかもしれない、うん、新選組のお墓とかもあるし。そう、そうなんですか。そう、飯盛山行ってあそこで、なんかもうバカそうだから無理かもしれない。お墓でね。なんか今、まあ、確か早稲田と言ってもスポーツ系ですから。行ってみたいとは思いますよ。行ってくださいよ。はい、ご飯もありますよね、美味しい。ソースカツ丼、カツ丼好きですか、ヒロシ。あんま好きじゃない。そこは好きって言え。嫌いでも言え。ラーメンは。ラーメンは好きです。会津のラーメン、ラーメンも美味しいですし、はい、あと会津といったらこう焼きそばは好きです。カレー焼きそば。カレー焼きそばありますから。はい。はい。あとは会津といったら、まあお酒も、お酒ばっかり来ちゃうんだけど、まあ二人はね、うん、そんなね。行ってください会津観光。七日町は。7日じゃないんだよ、七日町っていう。そうそうだ、駅で言うと七日町。デートで行ってください。
誠、誠でもいいし彼女と行くもよし、まあ、多分タケは一人で行くと思うんだけど一人がねいろんなとこ行けるから、そうですね、伸び伸び、ね、回れるんでね、言ってくださいよ。じゃあちょっと意気込みを会津の皆さんちょっとお願いします。あのカメラでいいですか、センターのカメラ、ちょっとじゃあタケさんからちょっと会津の皆さんにまず、え、あの試合のですか。そうです、そうです、会津に、はい、これで、はい、会津の皆さんお願いします。なかなか会津で試合することができないですが、7月14日は会津で開催しますので、ぜひスタジアムに足を運んでください。絶対勝ちます、お願いします。お願いします。はい、まあ、会津には行ったことないんですけど、まあ、その7月14日、まあ、行くので、まあ、ぜひ応援お願いします。はい、頑張りましょう、頑張りましょう。でもとりあえず6月30日ですからね。いや、そうなんですよ。はい、あとは、ま、ツイッターいただいてます。桃湯には一般販売するみたいですね。やってますね、はい、やってます。桃湯にたくさん来ました、はい、あ、公式もですね一般販売を行いますよって公式からも来てますね。あ、来てますね、はい、あ、そうですね、はい、残り1着、あ、いやだから XO2 サイズは人気のため残り1着となる。大きめがね、大きめのサイズ残り1着ですって。そんな、そうなんだ、そうなんですね、売れるんすね。ちょっと今年は桃感がすごいですね。あ、そうですよ ね、 すごいね、桃を描いてもうてるやん、うん、こう左ですかね、はあ、これは竹似合うと思うよ、はい、桃湯に一番似合ってたから。ありがとうございます。やっぱサイズ小さめできたよ竹は。あ、そうそうそう、それがちょっとピチピチのね桃湯にがね好き俺はでも個人的な感想を入ってるやん。去年ちょっとちっちゃすぎて今年サイズちょっと1個上げたんですよね。やっぱタカピッチョって言うよ。もういやシーズン最初の寸法の時はまだ筋トレとか何もしてない時に測ったんで大丈夫だったんですけど、やっぱシーズンやっていくと筋トレとかしていくと大きくなっちゃう。そう、パツパツになっちゃうんですよね。それが俺は好きだったんだけどね。今年はちょっとね、ゆったりしたサイズになるかもしれません、タケさんは。はい、田村君から来てますね。タケ、ハヤテ、パイナップルやんっていう。いや、あの、髪型なんですけどね。髪型ですよね。確かに。これっすか、これっすか。ちょっとパイナップル、確かにそうですね。いや、なんか、タムには結構、髪切るたびに、はい、髪の毛がパイナップルやんって言われちゃうんですよ。しかも田村さん、これあれですね、さっきのひろしさんの皆様それではお聞きください、じゃあマジやめてください、お風呂で大声で歌いカメラに聞かれておりました。サビに力が入っておりました。最高の歌声吉永ひろしで小さな恋の歌って送ってくれてますよ。マジでひどいっすね。5分くらい時間取れるあ、これはねもう完全にだから本当だったっていうのがね。そうですね。あれ、こんなのもありますよ。2年前の、これなんていうの、総幹線っていうんですか。あ、はい。で、唯一ゴールを決め、関西にその名を轟かせた武に質問。絶対東順位やってわかるよ。よくみんなの車のワイパーが上げられているのですが、犯人はあなたですね。練習の時ですか。いや、自分もたまにはしますけど、こうなんか選手間で結構お昼食べてこう駐車場に止めるんですけど、いたずらが流行っててワイパーが上がってたり、はい、靴をこう車の上に干してたらそのワイパーに刺さってたりで、上げてるのは犯人は、いや自分はやられた時だけやるみたいな。やられたらやり返すぞと、はい、そうなるほど。本当に悪いやつは本当にすごく悪くて、うん、多分こう言ってる人が一番悪い気がするんだけどね。そうですね。窓、夏だと窓を開けてこう熱くならないようにするんですけど、そこに草が入ってたりとか悪い、それは悪いな、それはやりそうですね、やってましたね多分俺が一番最初にやったんじゃないかと、そして最近寝る姿が超絶ひどく歌声を近隣に響かせてしまう吉永に質問です。よく聞く曲がエグザイルっていうのはカッコつけなのではと思うんですよ。それ誰ですか。これまた雪江だね、これ。いや、あ、雪江ですね、あれですね、やっぱり、うん、今ちょっと
自分で満足に歩けない人かもしれませんね。だこれも、嘘、いや、これも東さんですね。あいつ暇やな。暇なんですよ。暇なんですよ。自由に今動けないから。そうですね。そう。暇なんですよ、東さん。いや、寝た姿がすごいんですよ。どういうこと？ヒロシの。どういうこと？寝る姿が超絶的。いや、もう。ちょっと怖い怖い怖い。ちょっと寝てみて。怖い怖い。いや、それ。いや、あの、自然だというか、目が。目が開いちゃうんですよ。もう目が開いたまま寝るんですよ。バスとかで。そうっす。半目の状態でこうやって寝る。はい。ぐっすり寝れてる？一応寝れてます、ね。あ、寝れてる？はい。いや、ほんと怖いんですよね。よかった、よかった。よくいじられますね。今度遠征行った時撮ってあげればいいじゃん。あ、でも動画、選手の携帯に動画はあるんですけど。はい、動画ね。それじゃあ、じゃあ冷やし、じゃあ今ちょっと、いや、ちょ、まあ勘弁してください、ほんとにマジやめてください、ほんとに。それだけ、アップしちゃうじゃない、一番声が大きくなってるよ。アップしちゃうじゃない、サポーターの方も見たいと思うから。あ、こんなのありますよ。ゴールを取った時のサポーター向けのパフォーマンス、何か考えてますか？タケさんは考えてる。俺ですか？俺ですか？去年ちょっとお尻を向けるっていうのあったけどね。あ、そうですね、全然向けれなかったですね。ゴールがちょっとね、上に行っちゃった、上に行ったり横に行ったりしてた、ね、今年はまあ桃頑張ります。ちょっと桃でね、はい、広瀬さん、いや考えてないですね。まあ歌ったら歌う、歌う白目、そう白目か、歌う、歌う、ただ試合中に白目になるとなんかね、それがねちょっと頭痛くなっちゃった。じゃあコーナーフラッグをあのマイク代わりにして、それいい、それいい5分ぐらい歌うっていう、家のカードもらう。それやめて、怒られちゃうやつだ。なるほど。ちょっとごめんなさいね、ちょっと更年期なんで、まあちょっと怪しいけど。あら、吉永選手の声といい、声といい、喋り方といい、もう可愛すぎるんだ。マコじゃないですか。マコか、うん、でもマコかな。あら、こんなんありますよ、タケさん、来月誕生日が来ますが、誕生日プレゼント何が嬉しいですか？誕生日なんでしょ。そうです、来月7月17日。7月17日、はい、ほら、自宅で日焼けできる装置とか。いやあの何も言いません。あのこの間タクトにも言いました、何も言いません。こちらから皆さんにこう差し上げる方ですか？そうっすね、ゴールをね、はい、それいきましょう、はい。まあ、ちなみに物だったらな。物っすか。いやでも別に今なんか特に欲しいものはないんですけど、やっぱ物じゃないね、はい、たくさんの方にスタジアムに足を運んでいただければ。なるほどね、嬉しいっす。そうだよね、はい、そうだよね、それが一番のプレゼントだね。そうですね、めっちゃいいこと言うじゃないですか。大人になったな。いや、もう薄っぺらい。ですね、福袋に入っていた颯くんの桃湯にめっちゃいい匂いする。なんか香水使ってるんですか？いや、使ってないっすよ。多分あれじゃないですか、洗剤とかじゃないですかね。うちチームのスタッフがファブリーズをガンガンかけたらその匂いじゃないかなと思いますけどね。まあ、使ってたユニフォーム当たったんですね。タケからもらった自分に負けるなという言葉で小さい壁も大きい壁も少しずつ乗り越えながら頑張ってます。受験合格したら一番に伝えに行きます。タケ選手も頑張ってください。自分に負けるの、どういうことですか、自分に負けるの。いや、まあ受験するにあたって、うん、こうやっぱそういうこと言ったんですか。はい、いや、ゲームとかしちゃうじゃないですか、こう年頃的に。しちゃう、しちゃう。あと遊びに行きたいとか、うん、まあそういう自分に負けないでこう勉強頑張ってくれっていうことで、ね。あ、じゃあ早稲田入る時もすごい受験頑張ったんだ。そうですね。何科目受けたの、あれは。裏口入学みたいな。もうあれもちろん頑張ったんでしょ。スポーツで入るのはもちろん裏口ですからね。小論文はもうたくさん頑張りましたね。小論文は、はい、でもまさか面接。そうっすね。マリノスブランドが入ったの。マリノスブランドが入ってんじゃない。いや違いますよ、ちゃんとしっかり入学したいという気持ちを全面に、はい、伝えて頑張ってください。まあこれ大変だよね、受験って大変。頑張ってください、本当。それしか言えないもん。そうっすね。受験した？
したことないです。ちょっとあんまり役に立たないですね。この人ね、この人ね。タックルの試験で。やめなさい。本当にダメなんです。やめなさい。さあ、ということで時間になってしまいましたけれども、じゃあこう二人ね。はい。今シーズンの目標、広瀬さん。はい。あとマコの似顔絵書いてください。あとサインもね。はい、あとタケさんは自由に。え、自由に書いてください。何でもいいんで。タケさん自由です。俺は自由に書けばいいですか。自由です。あなたは多分自由の方がいいんだなって。そうですか。自由って言われるとまだ困るな。さあ、ということでですね。はい、次回のユナテレなんですけれども、次回は書いておいてくださいね。はい。次回はカレンダー出しますか。さっき決めましたよね。はい、決めました。さっき決めました。7月の7月の18違う11 違う会津海鮮の11ですね、はい、を予定してます。11予定してます、はいはい、ただここです、会津海鮮。梅雨が明ければいいですね。いやでもすぐですね、暑くなるのもね。えちなみに全然このツイッターと関係ないんですけど、ヒロシはラルグローレンとか好きなんですか。いや、そういうわけじゃないです。ただ単にこれがいいなと思ったんで買いました。なるほどね、はい、かわいい感じでね。はい、買います。やめてください、書いてますか、ね、書いてますか、ね、邪魔しないでください。ちょっと伸ばしてやろう。ちょっとやめてください。そうサインも書いてください。あと、あとマコの似顔絵で。いや、絵描けないんで大丈夫です。書いてくださいよ、それマコに対する言われになっちゃう。じゃあ、じゃあ今日は広瀬スペシャルなので、たけさんから出してもらっていいですか。はい、はい、それでは皆さんに見せてください。お願いします。どうぞ。じゃあカメラに向かって、はい、なかなか試合に出られてないんで、まず試合に出て、はい、ゴールを決めたいと思います。お願いします。はい、頑張ります。お願いします。はい、もう絶望。はい、お願いします。頑張ります。やっつけちゃってください。はい、はい、さあそして広瀬さん、はい、お願いします。まあ、なるべく早くスタメンに定着できるように頑張ります。見えてますか。見えてます。スタメン定着な、何をさらにこうパワーアップすればスタメン定着するとお考えですか。まあ、やっぱり今ディフェンス面のところと、まあ走力ですかね、走る部分をやっぱ強化したいと思います。18キロぐらい走ってますね。死んじゃう。タケはとにかくもうゴールさえ決めてもらえる。あ、そうですね。はい、ね、頑張ります。去年の、ね、ハーフェイぐらいからドリブルでいったもういいシュートあったじゃないですか。はい、ありましたね。何度も見ました。やっぱあれ良かったな。あれはもう。あれも最高だったね。はい、次の日になっても見てました。ああいうニコニコ。ちょっと一回忘れた方がいいんじゃないか。一回忘れた方がいいですか。逆に、うん、それにちょっと囚われすぎて。ちょっと消してくださいそのデータ。うんうん、了解です。預かってます。新しく書き換えなきゃならない。そうですね。ということで、今回はですね、武選手と吉永選手にお越しいただきました。このユナテレはですね、NCV の福島センターで生配信してますし、あとは、終わった後にこのサインボールの抽選会など、いろいろあります。あとはサイン会などもありますので、ぜひお時間のある方は次回7月11日お越しください。ということでユナテレご覧いただきまして皆さんありがとうございました。じゃあカメラに向かってさようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。ゴール決めます。スタメンに定着します。歌歌います。歌歌いますよ。この後歌歌います。